おー、どうもどうも、おはようございます。どうも。いやー、雨です。雨。12月17日、マグナム長尾、初めての手術に向かって、今、一人で、頑張って病院に向かってます。というわけですね、お昼から手術して、まあどうなるか分かんないんですけど、明日明後日と入院っていうことで、皆さんの面会とか別にいいっす、本当に悪いからいいっす、悪いからいいっすよ。ね、場所がですね、場所がですね、場所ここです。場所これね、場所これが入院します、手術これです。だから水曜日と木曜日一応入院なんですけど、まあ今日も終わったらあれなんですけど、面会時間が2時から夜の8時まで、まあ、全然来なくていいっす。そんなのもう、そんなのもういいっす。エッチな本とか、あのドリンク、栄養ドリンクとか、そんなの持ってこなくて大丈夫です。そんなの気にしなくていいっす。もう普通に行きますん で、とりあえず何したっけ、木曜日はもう元気だったらお昼で帰れるんで、木曜日は面会時間2時からだから、もしいや行こうかなと思ってた人も、行ってもマグナム長尾さんが順調だったらいない可能性があります。だそんなの気にしないでください、本当に悪いから本当に。ですからとりあえず今日今行って11時に来てくれってか、行ってどうされるか分かんないけど、まあちょっと大腸とかそこら辺をちょっとこういろいろ手術するんですけど、とりあえず余命3日です。マグナムなの死ぬ可能性が大です。あとのことはよろしくお願いします。ですから手術成功したらもうちょっと長生きするかわかんないけど、失敗したら3日です。いや人生ね初めての手術なんで、まあまあビビってます。だからちゃんとお医者さんのことよう言うこと聞いて、これしなさいこれしなさいっていうことで全部やってきましたんで、準備は万端ですが、ちょっとねやっぱり怖いですね、怖い怖い。ですからとりあえず今向かってますんで、皆さんもういやそんなお見舞いとかそんな全然もう来なくていいです。2時から8時なんですけど、もう全然そんなの病室もね他のちょっとお金なかったんで個室じゃなくて4人部屋なんで、もう迷惑かかっちゃうから、受付でマグナム長尾さんに、マグナム長尾幸人さんに面会に来ましたって言っていただければ、なんかバッジもらってそのまま上がれるみたいなんで、いやそんなもう全然大丈夫なんで、そんな来てもらわなくても。だからぜひお時間ありましたら連絡ください。いやもうそんな全然あれですよ、気にしないので。じゃあとりあえず頑張って、あそうそう、そのとりあえずなんでこの入院手術になったかというと、そのシーンがこっちです。どうぞ。やばいよね。だからねそのちょっと前にね、まあ、内容を言うと、ちょっと来てください。ちょっと血便が全然止まんなくて、もう3ヶ月かな。3ヶ月以上かな。ちょっともう毎日止まんなくて、もう真っ赤になってたからやばいなと思って、やっと仕事落ち着いたから行こうと思って行ったら、まあ見てもらって、ああ、長尾さんこれじゃちょっとひどいっすね、みたいになって。で、まあそこ有名なお医者さんなんですけど、まあ一回内視鏡とか全部チェックした、まあ何もないと思うんですけど、一応チェックした方がいいと思うんで
一応予約取ってもらえますかって言ったら、普通はねその内視鏡もあの予約いっぱい あの病院なんで多分2週間とか3週間かかるだったんですけど、急にマグロンさん明日か明後日空いてますよみたいな、早い方が良ければみたいなこと言われて、ええー、と思って俺も 2,3 週間経ってから内視鏡かなと思ったけど、もう明後日ぐらい来た方がいいっすよみたいなことになってる。あ、じゃあ明後日お願いしますねって言って、あのもうバーって罪悪飲んでもう大変な思いして内視鏡行ったわけですよ。ほんならまあちょっとあんまり良くないからちょっと手術した方がいいかもしれないですねとかって言って、入院もした方が入院もしますねみたいなこと言うから、ええー、とかってね、いつぐらいがいいですかとかって言うから、いやいつでもいいっすって、じゃあ朝って大丈夫ですかと、いやちょ朝ってちょっと俺忙しい、急にはまずいからって言って実は今日になったんですけど、伸ばしてもらって、だからなんか早い、ちょっと行ったら急にバンバンバーンでも内視鏡やって、はい手術みたいな、普通の人じゃ考えられないスピードなんですけど、これって実はなんか非常にやばいんちゃうのみたいな、やばいんちゃうのみたいな感じしない、なんか早すぎない、全然その大丈夫だったらそんなもうちょっと先でもいいですねみたいな。あと連帯保証人のあのサインあのかみさんにしてもらったし、なんかあっても誰に連絡しますかみたいなのもあの言う書いてくださいみたいな書いてあるんで、まあ別に大したことないと思うんですけど、ちょっとねあのもし何かあった場合は皆さん天国から皆さんのこと見守ってますんで、まあ皆さんにね僕ずっとこう何年間もずっと辻具屋でやってきて頑張ってきて、ね夢を売る仕事っていうことで皆さんの笑顔のためにいろんなことやってきました。本当に自分のこう蝕まれてる体を蝕まれてるすごい病気に蝕まれてても皆さんの笑顔のためにやってきたんで、まあ悔いはないっす。だからまあまたもしね何かあって何かの時にはあそういやマグナム直さんっていう人いたねみたいな、いい人だったねみたいな話ちょっとでも出ればね、まあまたいいかなと思ってるんで、ぜひまた思い出してマグナム長尾、余命3日なんで、短いですけど後の人生楽しくいきますよ。あんなこともあったな、こんなこともあったな、思い出すな、体張ってたな。そのシーンがこちらです、どうぞ。やばいよね、5000円の張り方じゃないよね。2019年マグナムユーチューバーベスト3見た、今のやばいでしょ、ほんまにね。まあいろいろあるから、まあ人生いろいろあるんでね、別に俺いなくてもなんとかなんでしょ。ジェベさんまた元気だったらマグナムに遊びに来てください。じゃあよろしくお願いします。おやすみなさい。